頑張れ、ありがとう。愛してる、結婚して、ハート、お花待ってたよ。イエーコウモリもありがとう。こんばんは。もう夜お鍋食べたんですけど、本当に最後らへんが味が濃すぎて、でも食べてたんですよ。そしたら今めっちゃ喉渇いてて、ほんと飲んでも飲んでも喉が渇くなんか濃いもん食べたらさ、めっちゃ喉渇かない？何鍋？なんか塩ちゃんこ鍋みたいな、あのプチッと鍋の塩ちゃんこ味だったかな。食べました。めっちゃ今ねカラッカラです。鍋美味しい季節です。ハートありがとう、花もありがとう。イエー、ありがとうございます。こんばんは、中村舞です。今めっちゃ喉渇いてる。何で締めた？お雑炊。もう最後のお雑炊がもう本当に辛すぎて塩辛すぎて辛って思いながら食べてました。ありがとう。だってこの味濃い好きの私が言うぐらい辛いですからね。辛辛です。締めは絶対米です。もう絶対にお米。いや、うどんじゃないね。なんかうどんってすき焼きの締めなイメージがある、勝手にうどんは、え、麺はね、そもそもね、我が家はね、ラーメンがもともと鍋に入ってるんですよ。もう今日は入れなかったんですけど、ほぼ毎回のように入ってるのでないかな。その締めが麺はない。もう麺はその締めとかじゃない、締まる前から食べるものすっぴんなの。そう、なんかマジで毎回お風呂上がりに配信してるから本当にごめんなさいって感じ。もうちゃんと化粧するねごめんね。もういつも素の顔をお見せしております。はい、せめてもののプランパーを塗って挑んでいますよ。いい、ハートありがとう。鍋のメインは何か、え、白菜、あ、もやし、私もやし好きなんですけど、素顔見れるのも醍醐味。あ、ショールームのね、そうね、お肉は、あ、豚肉、油が好きなんか年を重ねるにつれてどんどん油が好きになってきましたあとはあのつみれ、あ、つみれっていうか鶏団子みたいなのも入れますよ。いや、そうなんですよ、なんか逆なんですよね。なんか芋たれとかはあんまなくって、なんかどんどんこってり好きになってったんですよね。なんかご飯に関しては本当にあのラーメンとかもなんかこってり系が好きになったし、あっさりよりもなんかとんかつの脂身とか好きだし、お肉もあの赤身よりも脂身が多いやつが好きだし、焼肉だってカルビとか大好きだしなんか上質な感じの油入ってるやつとかも大好きだし、中学生、あ、若い、
トントロ、あ、トントロ好きですよ。頼もしい。子供。胃が丈夫。あ、でも胃もたれが全くないことはないですけど、うん、なんか辛いもん食べた時はあるかも。また変わるかな。姉級に怒られますよ。なんで？なんでですか。お姉ちゃんとも結構好み似てると思うんだけど、あ、いやどうだろう、分からん。え、似てないか。いやでも、うん、いや好きなものは割と あったりするんだけどな。なんか何これ、サッカーボールありがとう。なんかあの、急に唐突にさ、何のギフトみたいなギフトが飛んでくる。ありがとう。急なサッカーボール。あ、スポーツの日？なるほどね。今週末3週間じゃない、3連休だよね。そうだよね。だからなんか最近3連休いっぱいありますね。だから頑張れギフトがあるんだ。ありがとう。体育の日だったのか。あ、なんかそれいつ、私も私の学生時代とか。来週、え、3連休あるよ。金、土、日、あ、間違えた。あれ？土、日、月？あ、休みじゃない？なんかあの、スケジュール見たらさ、月曜日が赤く染まってたから、あ、祝日なんだって思ったんだけど、あ、何？明日金曜日、明日金曜日だ。祝日だ。いいね。すごい、頑張れ。ありがとう。頑張る。ふぃー。ありがとうございます。スポーツの日？わ、なんかスポーツしたいですね。何もすることがなさそう。一人でもできるスポーツが。バドミントンは誰かがいないとできないから。水泳ね。走る？ランニングか。めんどくさいな。だってさ、走るときみんな何考えるの？音楽聴きながら走ったりする？
無無心で走る人いっぱいいる。安全に注意しながら。そうですよね、大事ですよね。配信を聞きながら走ってる、すごい。1212、私が12って言ってあげるよ。12、12、12、頑張れ頑張れ12。これあの走る人用配信、12、12。え、これを録音してずっと流してもらう。30分お願いします。30分耐久、おいちに。目覚まし用も、あおはようみたいな。な、自分で作るんですか。いてて、ありがとう。ランニングね、スポーツ中のスポーツだね、ランニングなんてね。ありがとう。私はね、あの全然走るタイプの人じゃないんですけど、生活に必要だったら走ります。なんか走りに行こうはないんですけど、あそこに行くのにまあ走るかみたいなのはあります。あの手段で使うことあります、ランニングじゃないけど走るのは。はい、ダッシュ。でも私結構得意なんですよ。走るな。意外と。遅刻しそうか。わあ、なんかさ、遅刻はしないんだけど、なんかバレエの先生にこの間会った時に、あんた今遅刻しとらんのとか言われたんですよ。相当寝るだろって言われて、私学生の頃から多分すっごい寝てたんですね。で多分学生の頃はもっと起きれなくって、全然もう遅刻してたんですよ。もう変わってない、寝るのは確かに変わってないんだと思って、そう、なんか大人になって遅刻はなくなったんですけど、昔はちょいちょい遅刻してましたね。はい、ありがとう。なくなった、うん、なくなったね。なんか起きれなくて遅刻はなくなった。なんか昔は本当にもう無理って感じでずっと寝て、で起きれなかったっていうの結構あるんですけど、それはなくなりました。それが未だにあったらちょっと大変なんですけど、ありがとうございます。
喉渇いた。もう喉が渇いて渇いてゾンビになりそう。おやすみ。なんかありがとう。おやすみ。おやすみ。いきなり、いやなんか喉が渇いてゾンビになる映画あるんですよ。映画じゃないな、ドラマあるよ。喉渇きました。ちょっと男女呼びます。瀬戸内のお日様さん、きなぺこさん、こうすけさんポンタさん、カズピースさん、いなっちさん、よっちゃんごいちさん、くまねパパさん、どんべいさん、よしーさん、まささん、東京のスワンさん。1位はドロドドン、福ちゃん丸さんでした。皆様お疲れ様です。明日は金曜日です。昨日間違えまくったから、明日は金曜日です。明日はついに金曜日。お疲れ様、ありがとう。おやすみ。お疲れ様、ありがとう。キュン。おやすみ。みんな明日も元気を出していこう。元気を出そうと思ってる人の声じゃないけど、元気出していこう。お疲れ。おやすみ。またね。お疲れ様。ゆっくり休んで。おやすみ。またね。ありがとう、見てくれて。